メリカのニュースウィーク日本版で2022年10月27日に配信したニュースで、ロシア国内において、ロシア本土が攻撃される可能性があると想定したと見られる動きがあることを報じているよ。本土攻撃とは物騒な話だね。NATO との全面戦争を考えてるわけか。ロシア側も引き際を考えてほしいものだが。そうだね。さて今回は、本土攻撃に備えるロシアについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2月24日に、圧倒的な軍事力の差を持って、20万人近い兵力を動員してウクライナへの侵略を開始したロシアだったけど、簡単に軍門に下ると呼んでいたウクライナの思わぬ抵抗に遭い、ロシアの侵略に抗議する西側諸国がウクライナを兵器供与や民生支援などによって支えていることもあって、8ヶ月を経過した現時点において、これまでに占領した東部ドンバス地方のルハンシク州とドネツク州、北東部のハルキウ州、中南部のザポリージャ州と南部のヘルソン州などにおいては、ウクライナ軍が奪還した地域が着実に広がっていて、明らかに戦況は劣勢となっているんだ。ロシア軍は侵略開始当初に一気に首都キーウを攻め落とそうとしたものの、ウクライナの防空網などへの事前のミサイル攻撃が不十分であったため、航空機やヘリコプターを撃墜されたばかりか、空港を制圧しようとした空挺部隊を乗せた輸送機を撃墜されるなど、様々な作戦ミスを犯しているよ。航空優勢を確保しないまま投じた地上部隊は雪解けのぬかるみに車輪を取られて立ち往生しているところを、ウクライナ軍の歩兵携帯式対戦車ミサイルやドローンなどの攻撃を受け、大きな損害を出してキーウ攻略を断念したわけだな。ロシアがウクライナを舐めてかかった結果だね。キュウソネコウカムって言葉もあるし。その後、地上部隊を再編成して東部ドンバス地方に投入し、新ロシア派住民の解放を大義として、ルハンシク州とドネツク州2州の完全制圧を目指し、北東部のハルキウ州まで侵攻したものの、西側諸国からの軍事支援を受けるウクライナ軍の頑強な抵抗に遭遇して進撃が停滞していたんだ。また、南部戦線においては2014年に一方的に併合したクリミア半島を足場に、中南部のザポリージャ州をアゾフ海沿いのマリウポリの制圧に苦労したものの、ウクライナ最大のザポリージャ原子力発電所を支配下に置くなどしたほか、ヘルソン州の大部分を制圧してさらに西のムイコラーヨ州に迫っていたよ。しかしながら、ウクライナ軍が西側諸国から供与された長射程のロケット砲や榴弾砲によって、前線地上部隊への補給を断たれて進撃が停滞し、弱体化が著しくなったところでウクライナ軍の反転攻勢を受けて、東部戦線ではハルキウ州を奪還された他にドンバス地方の集落も次々に奪還され、南部戦線ではヘルソン州に展開していた部隊がドニプロ川まで押し返されて、州都ヘルソン市に接近しているとみられ、戦意喪失のロシア軍は戦車や装甲車などを放棄して敗走と続けているぜ。また、ここに至るまでの間にロシア軍は膨大な損失を出しており、アメリカ国防総省やイギリス国防省などでは8月時点で7から8万人のロシア兵が死傷したなどとの情報を発信していた中で、ロシアの独立系メディアバージニエーストーリーが10月12日、ロシア正規軍のウクライナにおける戦死傷者と行方不明者の合計が9万人以上に上っているとみられると伝えたんだ。この情報源はロシア連邦保安局 FSB などの情報機関の現役将校と OB などの話とされているけど、欧米当局が発表していたロシア軍の損害推計とほぼ一致する数字であるため、信憑性が高いとする声が多く、このような形でロシアの内部情報が明るみに出るのは極めて異例のことと捉えられているよ。ロシア軍の進軍が停滞している大きな理由として、このようにロシア軍が大損害を出して兵力不足に陥っていることが挙げられている中で、プーチン大統領は9月21日に国内の予備役30万人を招集する部分的動員を発令したね。それに次いで、9月30日にはロシア軍が一部地域を占拠したウクライナの東部ドネツク州と、ルハンシク州及び南部ザポリージャ州とヘルソン州の4州において、国際社会が無効とみなす住民投票を強行して一方的にロシアへの併合を宣言した後、10月20日には戒厳令を発令してより統制を強めようとしているんだ。また、10月8日に起きたクリミア大橋の爆発以降、ウクライナのほぼ全土へのミサイルやイランから購入した自爆型ドローンなどによる無差別攻撃を実施して、これから冬を迎えるウクライナの電力インフラの破壊を狙って激しい攻撃を続けているみたい。そういった戦況の下で、ロシア連邦のチェチェン共和国の主張で、ロシアに忠誠を誓い存在感が増しているカディロフ氏が10月19日にもうじき全てが変わるとの発言をして、この侵略戦争が次の段階に移りつつあるとされ、ロシア国内の動向が注目されているんだ。ニュースウィークでは最近のロシア国内から発信される情報を分析し、それらが国内を攻撃される可能性を視野に入れたもので、
NATO との全面戦争にエスカレートすることを想定しているとしているぜ。最も大きな理由としているのが、ロシア政府機関が企業に軍需品の生産を優先させる経済的特別措置を発動する法案に、プーチン大統領が14日に署名して成立させたことで、ロシアを戦時経済体制に置いたことで挙国一致体制に移行したことを挙げているな。この法律によって、国防省や連邦保安局 FSB などの政府機関が特別措置に基づいて物や、サービスの提供に関する契約を企業に求めた場合には、企業側はそれを拒否できず、政府側は契約後に内容を変更できることになり、さらに、労働者の勤務体制についても政府側が企業に指示することが可能になるってわけ。次には、モスクワなどロシアの各都市で空爆に対応するシェルターが増設されているとの情報があるとして、ロシア国民に空襲の可能性を示唆していると述べていて、これらのシェルター設置先として医療機関が優先されているというよ。また、モスクワ市内の警察官の射撃訓練において、最近では拳銃だけでなくロシア軍の演習場で自動小銃や機関銃の射撃訓練のほか、手榴弾の使い方などの訓練を受けているとの情報があり、万一の際には軍に代わって防衛任務に就くことが想定されているためとしているんだ。そして、ロシア政府の高官らが避難訓練を予定していることも理由に挙げていて、ロシアの非政府系通信社インタファックスがロシア連邦保安局 FSB 広報部の発表として、11月1日から3日間にわたり政府と議会が緊急避難訓練を実施すると伝えているとしていて、この訓練の名目は公務員や議員らに対するテロの性質を帯びた脅威に備える訓練だとしているんだけど、モスクワに攻撃が加えられることを想定しているのであろうとされているよ。ニュースウィークではこれらの情報について、アメリカのシンクタンク欧州政策分析センター CEPA の、大西洋横断防衛安全保障プログラムスタッフであるクリスタ・ビクスミンズ氏が同紙に語ったものとして、クレムリンがウクライナでの劣勢を挽回するために何らかの思い切った対策を講じている可能性が高いとしているんだ。プーチン大統領は10月25日に、ウクライナでのロシア軍に対する物資供給を円滑にするために設置された、政府調整会議に初めて参加し、地方政府を含む全ての機関に広く深い連携をするよう命じたことが報じられているね。ウクライナへの侵略戦争について、プーチン政権はこれまで戦争という言葉を使わず、特殊軍事作戦と称してきたのであるが、当初の短期戦との目論みが外れ長期戦となる様相を見せ始めていることを踏まえて、挙国一致で軍に協力するよう求めたものと受け取られ、総動員令こそ国民の反発を恐れて発令していないものの、ロシアが事実上戦時体制に入ったものと見られているな。戦いの落とし所はどうなっちゃうんだろうね。核が使われず、多くの人が犠牲ならないで、穏便に終わってほしいけど、国際社会で孤立を深め、国内では国民の反発が強く、政権内では強硬派に突き上げられて四面楚歌のプーチン大統領が、ウクライナからの撤退を不名誉として NATO との対決を決意した可能性は否定できないんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。